中国神は古代中国の伝説に登場する民族の総称の一つである。はじむは大きく分けて9つの民族、小さく分けると81の氏族があったという。中国の古代の帝の一人である小空の時代などに天下を乱したとされる。古代伝説的な王の存在であるフッツギや除カ、神皇などはこの旧はじの中から出たと考える説も存在している。 とりわけ、国語の中には、旧ハジむ、私有の隣とあったりするなど、皇帝と対立した私有は、この旧ハジむの頭目であったとされる。その旧ハジむの一族から分かれて生き残ったのが三、内である、と申されている。旧ハジむは九人であると、少書の中などでも書かれており、旧ハジむという存在は、複数の氏族の総称であるという解釈は、古くから存在している。 死ゆに存在した81人の兄弟という記述も、死ゆが旧はじむの君主とされていた記述から旧はじむのことを指しており、少書ご案でも、小空の時代に世を乱したのはそのよりであろうと示している。国語尊語化、及び小白氏の、ついなり、旧はじむ乱徳、民神雑貨て、深方者、早稲田大学編集部。 関石国事会前書先手追放第42巻、早稲田大学出版部1917年404から405ページ早稲田大学編集部、関石国事会前書先手追放第6巻早稲田、大学出版部1910年533から535ページ、演歌著、鈴木博士役、中国の神話伝説上、青二社、1993年200ページ、 ありがとうございます。